県立医科大学病院に、搬送された映像が今映っています。安倍総理を乗せたとみられるタンカーが運ばれています。ドクターヘリの映像です。このヘリコプターで安倍総理が運ばれたとみられています。奈良県立医科消防によりますと、奈良県立医科大学病院に運ばれたとみられています。ドクターヘリで緊急搬送されまして、今担架に乗せられた男性が、数人、4人の男性に、運ばれていくのが見えます。心臓マッサージなどをしながら運ばれたという情報も入っています。